はようございます。カズヤの孫です。今日もよろしくお願いします。さて今日の話はそうですね、 S660 に乗って良かったことっていうのを話してみたいと思います。まあ良かったことって言ったらもう一番はもう運転が楽しいっていうことですよね。こう今までも運転が楽しい車をなるべく選ぶようにしてきたんですけども、やっぱりこう目線が低いっていうのは一つ大きな楽しみだと思いますし、あとは僕自身こう初めての軽自動車なんですよね。自分の車として乗るのはね、軽自動車正直こう舐めてました。ただこう公道を走るっていうのではもう軽自動車で十分だなと思います。こう今まではこう若い頃とかは特にそうなんですけれども、こう例えば VTEC のエンジンも乗りましたけれども、こうやっぱり速い車っていうのがかっこよかったんですよね。で、音もやっぱりこう排気量が大きい車っていうのがやっぱりかっこよかったです。で、音に関してはやっぱり今も大きい方がかっこいいなと思うんですけれども、速いか速くないかっていうのは最近はそれほど気にならなくなってきました。まあサーキットを最近は走っているわけではないからかもしれないですけれども、速いかどうかっていうよりも本当に純粋に楽しめるかどうかっていうところにこう視点がね向くようになってきたのかなと思います。で、楽しいかどうかをどうやって決めるかってなると、こう車の性能を使い切れる方がやっぱり楽しいと思うんですよね。で、こうやってこう交差点曲がるにしてもこうあんまりハイパワーすぎるとやっぱりこうアクセルをこう踏みすぎたら当然くるっと回ってしまうわけですから、こう雑に扱えないっていうので、こう、まあ、アクセルワークの練習にはなるんでしょうけれども、こう公道を安全に楽しく走るっていうのではハイパワーはやっぱりちょっと怖いんですよね。で、楽しいと怖いっていうのはやっぱりこう背中合わせっていうか裏表な関係なんでしょうけれども、でもやっぱりこう若い頃みたいに無理してるわけではないですから、やっぱり僕自身はもう軽自動車が十分だ、軽自動車で十分だなと思うように最近はなりました。なのでこうちょっと広い山道とか走るときは性能を使い、クラリタカとかでは特にそうですけど、性能を使い切れないぐらいやっぱり持て余、これでも持て余しますもんね。だからそう考えるとこう普通車っていうのはもう本当によくできてるんだろうなと思います。もう早すぎるぐらいですよね。僕の中ではこう軽自動車、特にこう完全にこうボディに対してエンジンがこの車負けてますから、こう何ていうんですかね、エンジンだけで考えてやっぱり皆さんの評価の通り物足りないっていうのは絶対あると思うんですよね。ただその一生懸命走るっていうのでは楽しさがあるんじゃないかなと思います。まあ、昔グランツーリスモっていうゲームで遊んでいたんですけれども、こう速い車で勝つよりもこう遅い車で一生懸命ついていってついていってやっと勝つみたいなこう勝ち方をした方が楽しかったですもんね。それに近いような感覚はあるかもしれないですね。あとはそうですね、カバンがどんどんちっちゃくなっていったっていうのもいいことだったかもしれないですね。こう大きなカバンを持っていると子供を乗せられないんですよね。なので子供が乗っても大丈夫なようにカバンはどんどんちっちゃく、荷物を少なくっていうのはいいことだったのかなと思います。どうしてもこの車は荷物が乗らないですもんね。一人で乗るっていうのがもう確定しているのであれば、カバンがある程度大きくても全然問題ないんですけれども、こう時々子供を幼稚園に送り迎えしたり、送り迎えというか送らないといけないことがあるので、その送っていくときに今まで持っていたカバンだとやっぱりその僕のカバンと、あと子供のその幼稚園のカバンと、あとどうかしたらカメラを持ち歩くのでカメラのカバンみたいになるとさすがに入らないんですよね。あ、弁当箱どこに置こうぐらいな感じになってしまいますから、なのでカバンがちっちゃくなっていたっていうのもいいことかもしれないですね。あとはそうですね、人を乗せることももう格段に少なくなりましたね。こう助手席に僕の荷物を抱えた状態で乗ってくださいっていうのはさすがにこう言いにくい気もするので、こうよっぽどこの車に乗ってみたいっていう人以外はもうなかなか乗る人がいなくなってきたので、まあ、一人気楽に乗れる空間っていうのが作れるようになったっていうのもやっぱりいいことなのかなと思います。あとは多分あれ探したらたくさんあるんでしょうけれども、パッと思いつかないですね。まあ、それぐらいこうもうただただ運転していて楽しいっていうのがものすごくこう勝ってしまってる車な気がします。この交差点曲がるだけでも本当に楽しいですもんね。
今後ろあのトヨタの86今の方ですねがついてきてるんですけども、やっぱりこうちょっと煽られるじゃないですけども、こうぴったりくっつかれるっていうのはこの車のデメリットかもしれないですね。こう色が青なので目立つっていうのがあるのかもしれないですけども、まあ、煽られるっていうよりもなんかこう一緒に遊んでるような感覚なんですかね。僕もやっぱり前をはあのスポーツカーが走ってると嬉しくてついついついに行ってしまうので、なんか気持ちは分かりますもんね。なのでこう悪意を感じる煽りが全然ないんですよ。こう楽しくこうつるんで走ってるっていうような感覚でついてくる来てくれる人が結構増えるので、まあ、それもメリットなのかもしれないですね。でそこでこう、まあ、直接会って話すわけではないのでその場で終わってしまうのがちょっと残念なんですけども、やっぱりこう車好きっていう方が少なくなってきた気がするので、こうそういったのの集まりっていうのは以前は行っていたんですが最近聞いていないので、また今度参加してみようかなと思います。佐賀ではですね、月末日曜日にあの佐賀空港でおはわりって言ってあの車の集まりがあるんですよね。でそれ結構楽しくて昔行ってたんですけども、なかなかこう日曜日が休めないとか、あとはこうどうしても日曜日予定が入ってしまうので、もうここ2年ぐらい行ってないかな、もっと行ってないかな。だから以前はこう S660 に乗ってる人も少なかったので、こう集まってもこう10台ちょっとぐらいとかだったんですけども、今はたくさん集まってるかもしれないですね。ちなみに今月 の月末日曜日はあの佐賀のオーシャンカートランドで、あのまた耐久レースにあの誘っていただいたので、あの出ることにしました。まあ、寒いのは我慢できるけど雨だけはちょっと勘弁してほしいですもんね。こう雨の日走るの嫌いじゃないんですよね。こう雨の日にレンタルカートでスリックタイヤで走るので、もう本当感覚的には雪道でレースするような感覚ですよね。ただものすごい練習になります。こう滑るっていうのはどんなことかっていうのが嫌でも分かりますから、こうちょっとでもブレーキを雑に踏むとくるっと回るみたいな形になるので、ね、アクセル踏んでもまっすぐ走らないみたいな状態ですから、すごい練習になるんですけれども、あの走った後にこう濡れてるのを乾かすのがめんどくさいのと、やっぱりもう冬の雨は寒いですもんね。こう手なんて凍ってしまいますから、なのでもう本当天気だけ、もう曇りでも晴れとは言わないので、もう雨だけは、雨と雪だけはちょっと勘弁してもらいたいですね。なので来週再来週ぐらいからは、あの週間天気 あの26日の日曜日をあのずっと毎日追っかけて見るような日々が続くんだと思います。こうやってこう車で遊ぶ仲間がいるっていうのは本当に嬉しいですもんね。もう好きなことを共有できるっていうのはいいですよね。そういった意味ではこの S660 あの販売台数結構僕が思っていたより伸びましたもんね。ただ街中でそんなにたくさん見る車でもないですから、やっぱりこう同じ車が乗っていると仲間意識が出てくるっていうのも、やっぱりこの車に乗っているメリットかなと思います。で今まで僕が乗ってきた歴代の車って意外とこう販売台数少ない車ばっかりなんですよね。行く前がトゥインゴの GT の1200ターボだったので、それもほとんど見なかったですもんね。でその前に乗っていたのがフィアットプントの HGT っていう 1800cc の NA に乗ってたんですけども、それはもうほぼほぼ見なかったです。で同じ車を2台乗り継いだんですが、1台目のプントは赤だったんですね。赤は九州で2台って言ってましたもんね。でその後黒なんですけども、黒はまあ少しそれでも少ないのが多かったんですが、埼玉のトルッコさん のデモカーを乗っていたので、もう一発で目立つようなレースカビでカッティングシートがいっぱい貼ったりような車だったので、もうすごい目立ちましたもんね。でもあれは面白かったですね。こうブレンボのワンオフのブレーキがついてて、デフが入ってて、で、まあ、当然給排気はいじってあって、ノーマルのところって多分エンジンだけじゃないかなっていうぐらいいじってましたもんね。あれはもう本当に面白かったですけど、デフが効きすぎてもうガタ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 ってなるので、街乗りする車ではなかったですね。本当街乗りは乗りにくかったです。クラッチも変えてあったので、もうスパッとつながるんですけれども、やっぱりゆっくり走るのがちょっとものすごい気を使う車だったので、通勤は、まあ、楽しかったんですけれども、渋滞がつらかったのを覚えています。でエアコンが壊れていたので、もう夏場は息地獄でしたもんね。そうやって考えると、こう今まで乗ってきた車ってあんまり販売台数が伸びない車ばっかりなので、人気がない車ばかり乗っていたのかなと思うんですけども、まあ、この660はかなり人気があると僕は信じていますので、
まあこれからもあの販売が続くみたいで、マイナーチェンジもするみたいなんでですね、なのでまあ仲間がどんどん増えるのを楽しみにしています。ということで和也の孫でした。ありがとうございます。失礼します。